外リンパローとは、様々なタイプの難聴、耳鳴り、めまいを症状とする内耳疾患である。難聴の経過は、突発性、急性、進行性、変動性、再発性など様々である。めまいの場合には、ふらふら感、くらクらラクラ感などの、はっきりしないめまい感を呈することが多い。様々な難治性めまい、平行障害と診断されていることがある。 内耳窓破裂症ということもある。外リンパローの発症の要因には様々なものがあり、4つのカテゴリーに分類されている。外傷、中耳、内耳疾患、中耳や内耳の手術など。外因性の圧外傷、すなわち爆風、ダイビング、飛行機登場など。内因性の誘因、すなわちは中身、くしゃみ、重量物運搬、力みなど。 明らかな原因、誘因がないもの。個室、脳脊髄液圧の変化により、内耳窓を介して、個室と内耳の間に大きな厚さが生じ、内耳窓など生じた老後から、外リンパ液が内耳から個室空へ漏出し、聴覚、平行障害を生じる疾患である。つまり、平行感覚や聴覚を司っている内耳の状態が不安定になったため、めまいや、 聞こえ難聴などの症状が起きるのである。耳の外要図紫色に着色された部分が内耳であり、内耳と鼓膜の間が個室である。内耳、特に鼓膜と内耳をつなぐ耳小骨が接続する付近イコール前提窓や下牛窓に老高が生じ、鼓膜と内耳間の圧力の差で外リンパ液、髄液が移動する。その際に音を感覚する有毛細胞や 平行感覚を感覚する有毛細胞が刺激され、各症状をもたらす。代表的な外リンパローのきっかけには、下記のようなものがある。強く鼻を噛んだ時耳が、ツーンとした。くしゃみをした時に口を手で押さえたら、耳に響いた。耳かきをしていたら、子供がぶつかって鼓膜に当たってしまった。頭部外傷や、全身打撲を負った後、めまいや難聴が続く。潜水。 ダイビングや飛行機などで耳に強い圧力がかかった。以前耳の手術を受けたが、その後調子が悪い。難聴の経過は、突発性、急性、進行性、変動性、再発性など様々である。めまいの場合には、ふらふら感、くらクらラクラ感などの、はっきりしないめまい感を呈することが多い。様々な難治性めまい、平行障害と診断されていることがある。 比較的長時間続くことが多い。高度難聴が数日かけて生じることもある。水の流れるような耳鳴り、水の流れる感じのある場合あるいは、ポップ音という症状は有名だがその頻度はあまり高くない。蒸気の発症のきっかけの後で、自閉感、難聴、耳鳴り、めまい、平行障害などが生じることが多い。観測の耳を下側にしたとき、遠い変換により、 眼神の強化が認められることが多い。まず、上記の4つのカテゴリーに記載された発症のきっかけがあるかどうかを判断する。しかし、そのようなきっかけが明らかではない患者もあることに注意が必要である。本疾患に固有の診断方法として以下の2つが挙げられている。顕微鏡、内視鏡などにより、中時と内時の間に老公を確認できたもの。 症候は、下牛窓、前提窓、骨折部、マイケラフィッシャー、気形、炎症などによる骨迷路破壊部などに生じる。中時から診断マーカーであるコックリントーマプローティンが検出できたもの。水が流れるような音の耳鳴り、耳内に水の流れる感じのある場合あるいは、ポップ音の後の発症では、本症の可能性が高くなる。本症の発生率は不明である。 同じめまい、難聴と伴う内耳疾患であるメニエール病や突発性難聴に比べありふれていると思われるが受診しなかったりメニエール病や突発性難聴進行性難聴原因不明の難治性めまいと誤診されているケースが多いと思われる頭を高く持ち上げた状態で数日の安静を保つことで多くは自然回復する症状が改善しない場合は 手術を行う。手術は、試験的個室解放術を行い、老後を確認した後に、老後を軟骨膜で閉鎖する。手術によって多くは回復する。ただし、数ヶ月治療を行わずに、聴力の低下が固定した場合は、聴力が回復しないこともある。市村慶一編長、自備陰鉱カレジデントマニュアル、中外医学者200、2008。 ISBN 978から4から498062481ありがとうございます。